ああ、もっと部屋快適にしたいな。あとちょっとなんだけどな。もうちょっとで完璧っぽいんだけどな。どうしようかな。あ、そうだ、あれとあれを買えばいいじゃん。そうすれば完璧に整うじゃん。あれとあれさえあればな。え？え？届いたよ。アマゾンの新サービスだ。違うやん。すいません。こちらでね、部屋をさらに快適にしていきたいと思います。買ってきたものを紹介します。はい、早速、こう。はい、買ってきたもの、こちら。はい、こちら段ボールの枕ですね。こっちがね少し高くて、こっちがね低めの枕。最近ねちょっと寝つけなくてね不眠症気味なので、この段ボールの枕で解消したいと思ってこちらを購入しました。違うんだな、不眠加速。すいません、違います。はい、早速こちら開けていきましょう。はい、オープン。はい、こちらでーす。はい、この2つ。はい、まずこちら。こちらはですね、山崎実業さんのスマートシリーズ、重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース。山崎実業さん知ってますか？僕はね好きなブランドなんですけど、マグネットバスタオルホルダーとかマグネットジェルボールストッカーとかをね洗濯機に貼り付けたりしているんですけど、こちらはルーターとかねハードディスク、そういうものを入れられたり、もし多ければねこうやって重ねることもできる、そういうアイテムです。こちら実はネジでねテレビ裏にね配線隠しとしても使えたりします。ありがてえよ。はい、こんな感じです。このように線が通せるようにもなっているし、熱がこもらないようにもねなっています。これをね僕はどこに使いたいかというと、はい、もちろんね、はい、あそこです。ここです。こちらにはですねゲーム機のプレステ4に使える、まあ、簡単に言うとテレビの番組を録画するレコーダー、しかもハードディスク内蔵 1TB です。そしてここにね無線 LAN の中継機、これをインターネットのね線で繋いでます。そしてプレステ4に飛ばしてテレビを見る、録画もできる。この隅からねビロ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 ね線を引っ張ってこなくてもいいので、ネット環境を整えてこの状態にしてあるんですけど、まあ悪目立ち、ただ置いてるだけ、明らかわかる。なのでこちらの中にね入れていきたいと思います。はーい、どうぞ。はーい、どうでしょう。こんな感じ、すっきり収納できました。コンセントカバー気になる。本当に早急に買わなきゃ、あの形あるかな。でもとにかくこうやってすっきりまとまりました。悪くないね。悪くはない。さっきみたいにね置いてあるよりはいいかなと思います。中はどうなっているかというと、はい、このような感じで収まっています。まあね線もねあんまギュンって結ぶのもあれだしね、まあ裏の方にしまってね、こんな感じ。はい、買ったものでねすっきりしました。ずっと気になってたんだよね。やっぱり山崎実業さんのものはいいし、あのタワーのシリーズってね他にもいろいろありますけど、いいですね、おすすめです。はい、続いてこちら。こちらはですねコンセントタップ、電源タップです。なんと6口、1口2口3口4口5口6口。本当は6口もいらなかったんですけどね、この木目のタップっていうのが珍しくて、しかもねこれ3メートルじゃないとねダメなんですよ、うちの場合は。はい、こんな感じ。これねカメラで映るとちょっとね明るいね木の色に見えるかもしれませんけど、ウォールナットっていう感じの色です。ちょっとくすんでいるねおしゃれな感じの色です。これはですねすごくねいろいろ考えられていて、まあねウッディ調なんでね家具とかにも馴染みやすいし、床とかにもね、それから雷ガードがついていたりとか、ちょっとこの電源のねこの間隔が広いじゃないですか、間が。だから大きめのアダプターとかねそういうのを挿してもね大丈夫なんですよ。僕ね無印良品のもの使ってるんだけどね、あれちょっと間隔狭いよね。いや近いでしょ、いっぱい買っちゃったよ。このねスイングプラグが使われていたりして、ね、いろんな差し方ができますし、なんで3メートル欲しいのと思うかもしれないけど、本当にねこういう使い方をしたいから。はい、今僕の部屋こんな感じ、こんな感じ、はい、こっちこんな感じ、はい、ソファーはねやっぱりここかな。そしてね、はい、見せますよ、こちら。はい、やっぱりねテレビはソファーの前にないといけないかなと思います。ソファーがねやっぱりここにしか置けないんですよね。でもねこれはね僕の相棒、寝てもいいしねゆっくりできるんですよ、ふっかふかで。僕のね唯一の家族、いや他にもいろんなものあるけどこれがデカすぎるから捨てろ。
そんなこと言うんですか？皆さんは家族を捨てられますか？皆さんは家族を捨てられますか？そんなことはいいんですけど、ソファーをやっぱここに置くからにはね、やっぱどうしてもテレビをね、あそこに置かなきゃ。はい、こういう目線ちょうどいいんですよ。高さもいい感じ、ソファーから見るこの高さもいい感じ、壁寄せテレビスタンドいい感じ。だけどここ本来ね、この場所にねドアがついていたりとか、テレビを置く場所じゃないんですよね。だからね、ここにコンセントがないんですよ。最初思いましたよ、ここにテレビ置けばいいのかなって。だけどね、ここ段差があるのよ。段差があるからここにソファーを置くわけにもいかないし、和室から見るのもちょっと遠いよね。まあね、寝てる位置からね見えるこの位置でもよかったんですけど、最近ちょっと寝つきが悪くてね、寝ているところとねテレビ見るところも分けないとね。お客さんがね、電磁波があると寝れないって言ってたよ。よくないらしいよ電磁波。おほほほほ。無印良品のダメになるクッションがね値引きされたから、それを買ってもいいかなと一瞬思ったんですけど、やっぱりね、この家族ゆっくりできるのでね、ちょっとヘンテコな場所かもしれませんが、ここに置きたいと思います。そのためにはここにコンセントが必要だけど、ござあせん。どこにあるかというと、あそこの隅にあります。なのでここをねこうやって通して、ここにね置きたいと思うんですけど、ここにね白いコードがずらーってあったら変じゃない？ずらーって何？なので一応木なのでね、木目調のものが馴染むんじゃないかと思って購入してきました。早速取り付けていきたいと思います。はーい、ウッディ。はい、電源タップ延長コード取り付けました。それがーガチャーン。ねえ、この辺からだとすっごい馴染んでますよね。どこにつけたかわからないですよね。はい、電源タップが馴染んでます。いい感じ。この線もね、まあタイトに収まってるんじゃないでしょうか。うん、ね、いい感じ。なんだこれは。なんで延長コードのところは黒なのよ。あそこだけウッディ、他はノーウッディ。これじゃ目立っちゃうじゃない。せめて茶色にしてよ。確かに確かにね、遠く、このぐらい遠くね、遠く行ってね、メガネを外してね、ちょっと視力を悪くしてみれば見えないんですけどね、僕的には見えないんですけど、それでもね、メガネをかけてね、こうやって近寄ったらね、なんか平気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 、この折り癖がついちゃってるんです。これは馴染むのかどうなのか。まあちょっとこれはね、多少修正が必要ですね。修正できればね、一番完璧ですよね。まあこの辺から見てね、メガネを外せば大丈夫か、どうなのか。だいぶマシかな。はい、急遽買ってきたものをガンチラン。はい、木目シートです。はい、こちらシートで貼るだけのね、木目調のシートなんですけど、はい、気になっていたこのビロビロをね抑えたいと思います。色もね黒なんで目立ってたんでね、木目調シートで隠していきます。うまくいくかな。はーい、こう。はい、修正完了しました。それがギャチャーン。はい、はい、どうですか。はい、もう全然わからないくらい馴染みました。ちょうど合うのがあってよかったです。本当に全然あるのかわからないぐらいになりましたよね。これはよかった。気にして買いに行ってよかったです。本当によかった。はい、テレビがあって、はい、これだいぶ馴染んだ。いい感じ。もう何もないかのようです。ビロビロを気にしていたけど、それも収まりました。あそこのボックスもすっきりしたし、ここら辺をね線通していたのもなくなったしね。そしてここもすっきりした。もう本当に完璧な状態になりました。僕的にはね大成功です。はい、もう床にも何もないような状態、線が引っ張ってあるとは思えない状態になりました。はい、向こうの隅もすっきりです。こちらの部屋もすっきりしました。完璧。とても広々した空間になりました。はい、うん、いいね、シノ。いいですね、なかなかいいですよ。これは
あそこもね、すっきりしたしね。録画もできるし、まあ、ゲームもできるし、Amazon プライムビデオなんかも見れるし、もうね、全部できちゃうんですよ、このすっきりしてるのにね。あそこからネットを飛ばすためのね、プレステ4。え、どこに置いてるの？実はね、怒んないでよ、怒んないでよ。はい、ここ。すいません、奥様。特に奥様ね、こういうの大嫌いな奥様。今日はどうなることかと思ったけど、いい修正ができました。本当に良かったです。はい、いかがだったでしょうか。今回は2つのアイテム、そしてプラス1アイテム購入して、部屋をさらにスッキリ快適な状態にしていきました。妥協せずに修正して良かったです。真面目で良かった。さらに部屋が好きになったし、快適になりました。一回ビロビロの状態でもエンディング撮ってあったんだけど、妥協しませんでした。皆さんも部屋作り楽しんでいきましょう。はい、今日の動画が参考になったよ、良くなったよ、すっきりしましたねと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。チャンネル登録のボタンもポチッとよろしくお願いします。また見てくださいね。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。この後はおすすめの動画が少し流れて終了です。いや、真面目か。バイバーイ。